していきたいなと思っております。ではですね、ちょっと簡単にアロマセラピーについてご説明したいと思います。まずですね、アロマセラピー、もうご存知の方が多いですかね。初めて聞かれる方もいらっしゃいましたら、結構使ってらっしゃいましたね。ありがとうございます。アロマセラピーというのはですね、植物の香りの成分である精油、エッセンシャルオイルと言われるものを使って心と体の不調を、癒して健康の増進や美容に役立てる療法のことを言います。で、精油とエッセンシャルオイルは、同じことですね。日本語で言うと精油、英語で言うとエッセンシャルオイルみたいな感じです。で、今お配りしたオレンジスイートをこの瓶から出しましたね。あと、ラベンダーとか、あとでお配りするローズマリーとか、こういったように見かけ全部同じ瓶には入ってますけど、メーカーが違えば瓶の色とかも違います。同じ瓶には入ってますが、こういったように、こういったものを精油、エッセンシャルオイルというですね、でこういったものを使ってやっていくのが、アロマセラピーといいます。ではその精油、エッセンシャルオイルがどういったものかというのについて、植物の花とかですね、葉っぱ、あと花皮ですね。今お配りしたオレンジスイートはオレンジの皮から取れます。みかんを皮を、なんていうんですか、グレッとかやって、ピャッとかやって、なんないですかね、あれですね、あそこから取れます。で、あとその他、樹皮ですね、樹皮、はい、木の皮ですとか、根っことか、樹脂ですね、木の油などから抽出した 100% 天然の香りの成分を精油、エッセンシャルオイルというふうに言います。で、それぞれに異なる香りとたくさんの薬効成分を含んでいるんですが、先ほど言いましたように見かけは全部一緒ですが香りが違いますね。そうすると香りが違うということは中に入っている成分が違ってきます。なので成分が違うと作用も違ってくるということになりますね。はい、目をつぶって香っていただくのが一番いいんですよ。はい、よく寝られる方いらっしゃるんですけどね、いいですよね、寝られてください。後で目が覚める香りちゃんと見張りますよ、ね。はい、で、次ですね。で、アロマセラピーもお使いの方はご存知だと思いますが、ちょっと簡単に、復習になるかもしれませんが、安全のための注意についてお話ししたいと思います。エッセンシャルオイルはですね、 100% 天然の、植物から取れるものというふうにお話ししましたので、天然で、100% 天然とか植物とかになるとすごく安心安全というふうに皆さん思われがちなんですが、植物にですね、ある時よりもかなり凝縮された状態になっているのがこのエッセンシャルオイルなんですね。ですのでやっぱり取り扱いには注意が必要になってきますので、そのことをご説明したいと思います。で、ちなみにですね、どれくらい凝縮されているかといいますと、レモンですね、レモンのエッセンシャルオイル1滴ですよ。1滴っていうのは 0.05ml で本当1滴です。なんですけれども、レモン1滴はレモンの皮5個分が凝縮されたり、すごいですよね。で、あと皆さん女性は特に大好きなローズですね、バラはバラの花何個だと思います？いくつだと思いますか？30個200個言われるんですね。だからバラはですね、すごく高いイメージを皆さんお持ちなんですけれども、それだけ含有量が少ないんですね。で、材料がたくさんいるのでお値段も高くなってくるということになります。それだけギュッと凝縮されているものなので、ちょっと安全に使っていただくための注意をここでご説明いたします。まずですね、そんな難しいことないですが、原液を直接塗らないようにしましょう。次にアレルギーが出たら使用を中止してください。で、アレルギーが出なくてもですね、なんかによってなんかいまいちと思われたら使われない方がいいです。いつも例えば、オレンジスイートが好きでいつも使ってるんだけども、今日はなんか臭いとかなんか違うとか、多分そういった感覚お持ちの日があると思うんですね。で、そういった時には使われないでください。いつもだったらオレンジ使っとけばだんだんこう気分が良くなるからなんて使われたりすると、そういう時は
そういう余計なんかね具合悪くなっちゃったりすることもあります。なのでご自分の鼻人間の鼻っていうのはちゃんと自分に必要なものはちゃんと嗅ぎ分けてますので、自分の鼻を信用していただいて、自分の感覚で使われないということを選んでください。で次ですね、エッセンシャルオイルを内服飲用しないようにしましょう。そして次が点眼しないように目に入らないように注意しましょう、ね、それとあと鼻にも入れないようにされてください。すごい笑い話みたいなんですが、花粉症の時期とか今から風邪ひかれたりすると鼻詰まっちゃったりされること多いと思うんですね。そうするとペパーミントとか結構一発でっていうか香っただけで鼻がスッと通るものがあります。私咳をこう沈めてくれるようなものっていうのもあるんですね。でそうなると鼻がすごい通ったのでこれを鼻に入れたらもっといいんじゃないかみたいに思って入れられた方がいらっしゃるすごく粘膜が炎症を起こしているところに、ね、さっきお話しててすごい凝縮されたのがもう入るわけですから、とんでもない痛みと大変だった話を聞いたことがありますので、鼻とかにも入れないようにされてください。で次が、エッセンシャルオイルですね。意外とご存知ない方多いですが可燃性なんですね。なので揮発性があって、引火性があります。なのでちょっと火の周りで使うときには注意をされてください。あと子どもさんやペットの届かない手の届かないところに保存っていうのも大切です。特に柑橘系のオレンジとか、ものは食べ物にすごく香りが近いですので結構ワンちゃんとか寄っていっちゃったりするんです。舐めちゃったりとかですね、舐めだからすぐこうひっくり返って泡吹いてっていうようなことはない、今まで聞いたことはないんですけども、やっぱり舐めていいものではありませんので保管にはご注意ください。あとエッセンシャルオイル自体はすごく高温多湿紫外線空気に触れることを嫌いますので、冷蔵庫に入れる必要はないですが冷暗所できちっと蓋を閉めることが大切ですね。揮発性がありますのでちょっとでも緩んでおくと揮発してしまいますので、意外に早く減ったって思われる方はしまってない場合もありますが、なのでその辺も気をつけてください。あとお風呂に入れて使われるっていう方結構いらっしゃると思うんですが、お風呂場には置きっぱなしにされないように、はい、それも気をつけてください。お風呂場で高温多湿ですからね、はい、気をつけてください。それと、次はですねこれ光毒性って読むんですが、アロマセラピーはアレルギーとかは気にした方がアレルギーとか気にする必要はあるんでしょうかということもよく聞かれますので、ちょっとご説明しておきたいと思います。これですね、柑橘系のベルガモット、レモン、グレープフルーツ、そういったものにですね、成分でいうとベルガプテンという名前のちょっと日光とかと反応すると皮膚炎を起こすような成分が入っているものがあるんですね。なのでそういったものを使った後に太陽の光を浴びちゃうとちょっと赤くなったりとかブツブツができたりする場合がありますので、そういったものを使われた時には、日光を避けた方がいいでしょうということです。はい、では次ですね。では、実際アロマセラピーどのようにして楽しむかということですが、まず一番簡単なのが芳香浴ですね。今オレンジの香りに皆さんに1本ずつお配りしたので、かなりこの部屋オレンジ臭がすごい漂ってると思うんですよ。外から入ってこられた方はうんと思われると思います。てかみかん食べてるのかなって思われるかもしれないぐらい香ってると思います。でこういったように部屋の中に香りを拡散させて楽しむ方法を芳香浴と言いますね。で香りを楽しむことで心と体両方のバランスを整えていくということになります。これが一番簡単ですね。はい、で次がですね、これは、先ほどもちょっと言いました、お風呂にエッセンシャルオイルを入れるっていうやり方ですね。でもともとお風呂に入るっていうことは体が温まりますしリラックス効果もすごく高いので、そこに、アロマセラピーエッセンシャルオイルの効果が加わりますので、とってもお風呂に入れると効果が高いです。なのでどの使い方でもいいんですけれども、お風呂に入れる使い方が一番贅沢で効果的だというふうに言われます。で、現役のままで
これお塩とかですね、重曹とかそういったものにエッセンシャルオイルを落としていただいて、お湯に溶かしていただくといいですね。はい、その時に塩、塩、はい、塩でいいです。植物油というふうにも書いてるんですけれども、結構ですね浮いちゃうんです、油が。滑ったりとか掃除が大変だとか、そういったことが結構ありますので、塩が一番いっちゃありますよね。塩、あと蜂蜜とかでもいいです。よくある実家とかに一番行くと、たまにコップの方から出てくる固まった蜂蜜ありますよねああいったものをにエッセンシャルオイル溶かして、溶かせてか落としていただいて、それをお風呂に入れていただくと、そういった蜂蜜とか塩とか機材になるので、仲介してくれて溶かしてくれる感じですね。はい、なので食事で使っていただくといいと思います。はい、今から先ですと手だけのハンドバスとか足だけのフットバスとか、そういった使い方もぜひお試しください。で次ですね、これはトリートメント、女性の、男性はなかなかですね、よくこの間もちょっと男性専用 の, アロマトリートメントをくれるところ知りませんかと言われたんですが、結構女性専用サロンが多いのは多いんですね、熊本は特にですね。なので、男性の方だと手だけとか足だけとか、そういった全身の部分だと結構比較的どこでも受けやすいと思うんですけれども、まあ、エッセンシャルオイルを植物油に希釈してこうトリートメントしていくという方です。アロマトリートメントはですね、実際肌に直に触るのでとっても気持ちいいです。寝るのと寝ちゃうともったいないっていうので葛藤しなきゃいけないぐらいすごく気持ちいいですので、あとご自宅とかで、ご家族にしたりっていうことも簡単にできますので、そういったこともぜひ楽しんでいただけるといいかなと思いますね。そして、次が吸入法ですね。これはエッセンシャルオイルを含んだ蒸気を体の中に積極的に取り入れていく方法ですね。これは本当に今からの時期、風邪とか、来年年明けたら花粉の時期とかになってくると、鼻が詰まったり、喉が痛かったり、次がなんかこう頬がガラガラして次が出たりとか、いろいろそういった、呼吸器系の、不調の時にはとても有効です。で洗面器に熱いお湯を張ってエッセンシャルオイルを 2,3 滴入れて湯気を吸い込むんですね。でそうすることで鼻の通りが良くなったり咳が静まったりします。ただ刺激がやっぱり蒸気が熱湯で上がってきますので、刺激が強いので目は閉じていただくということと、5分を限度にしていただくというのがポイントですね。でもともと喘息とか転換とかそういった病気の方は刺激が強すぎますので、あまりお勧めはできないということをお気をつけください。はい、そして次ですね、エッセンシャルオイルですね。先ほどからお風呂に使う、お風呂に入って使う、使い方がすごく贅沢でいいですよというふうにお話ししたんですが、私たちの体の中に実際に入って代謝されて出ていくんですね。実際オレンジスイートの香り皆さんにお配りして香っていただいて、それは体の中に入ってます。で実際出ていく時には汗とか呼気とかおしっことか便とかで出ていくものなんですね。だからといって今日オレンジ香ったから帰りにお通り行ったらオレンジの匂いがしたとかはないんですけど、量的にはすごくわずかなんですが、体の中に入っていくもので、でそのどのように入っていくかっていうのはちょっとここでご説明しますね。で私たち五感っていうものを人間は持ってますが、その一つの嗅覚ですね。で嗅覚からの吸収なんですが、香りを嗅ぐと脳の大脳辺縁系といってですね、すごく私たちの本能的な行動に関係があるところですね。記憶の中枢の海馬とか感情と認知と関係する扁桃体とか、そういった場所にストレートに、香りっていうのは伝わります。でその場所っていうのはその私たちの生理機能をですねコントロールしているところに直結していますので、体と心の働きにも影響を与えてくるんですね。で、具体的に言いますと自律神経のバランスをとったりですとか、ホルモンの分泌を、ホルモンをちょっと調整したりとかですね、そういったことをやってくれます。それと、感情面に関しては、これ
書いてありますが、いい香りとか、好きな香りを嗅ぐと頭でいろいろ考えるよりも先に、気分が良くなったり元気になったりリラックスしたりそういう風になるんですね。なのでさっき目をつぶって嗅ぐのが結構ポイントですよとお話ししたのも、目を開けてるといろんな視覚から情報が入ってきますよね。そういうのを一応遮断して目をつぶって嗅いでいただくと、その嗅覚により集中しやすいのかなと思いますので、また次お配りするときはぜひお試しください。はい、で嗅覚は本当に原始的な原始的で無意識的な感覚と言われるように私たちの生存にもすごく関わってくるものなので、ちょっと他の五感の中でも嗅覚は特別な感覚だと言われています。はい、では次ですね、次これ皮膚からの吸収ですが、先ほどもちょっとお話ししたように洗車オイルは体の中に入ってくるんですね。でお風呂に入れたりお化粧品に入れたりすると皮膚から浸透して、いろんな血管の中に実際は入り込んで体を巡って外に出ていくんですが、そういった、ことがちゃんと行われているっていうことの説明ですね。で次が呼吸器からの吸収。これは先ほど その風邪の時とかに喉がモヤモヤするとか咳が止まらなくて苦しいとか、そういった呼吸器系からの吸収、こっちの下の方にどっちかというと入っていくイメージをしていただくといいと思います。肺の中にある肺胞というところでガス交換がされてますので、そこから毛細血管に入り込んで、血液に入って全身を巡っていくっていうようなこういった、ルートで私たちの体の中に入っていくということになります。ではですね、ちょっと、長く説明しましたが、今からですねローズマリーの香りをお配りしたいと思います。アンチエイジングで何がいいかなと思った時に一番最初はローズマリーかなと思いまして、ちょっとオレンジスイートで皆さん出会うとこう眠くなってらっしゃるんじゃないかと。はい、すいません、お願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうですか、先ほどの香りとちょっと、はい、違いますね。はい、食べたでしょ。これも配りますね。これローズマリーハーブですね。後ろにうちで育ててるのをさっき収穫してきました。葉っぱを手でこすって匂っていただくと、もう葉っぱを手で指でこすって、でスペシャルオイルは結構強烈なんですね。でも葉っぱのそっちのハーブの方が意外といいかもしれない。柔らかいっていうことですね。柔らかかったです。葉っぱの方がね。だからローズマリーすごい育てやすいんですね。もしかしたら育ててらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、もうなんかこんな風になったりとかします。自分こんなちっちゃい子の前の100円くらいのを植えたのが森みたいになってます。ちっちゃい森みたいになりますので、なので熊本は本当に結構育てやすいなと思います。で常緑なのでこっちの自分じゃなくてもベランダとかにプランターとかでも育てやすいので、ぜひ育ててみてください。出ました。ローズマリーの作用ですね、ちょっと漢字ばっかりなので漢字ばっかりだと思って自分で書いてたんですが、ローズマリーですね、分かりやすく言うとですね、元気にしてくれる香りですね。競争作用っていうのが一番最初だけ、競争刺激作用、神経系とか循環器系とか消化器系とか、そういったとにかく、私たちを元気づけてくれる、活性化させてくれる香りですね。で血液の循環を促して体内活性化させてくれますので、低血圧とか貧血とか冷え症の方とか、そういったことから来る頭痛とか、そういった方にはとても有効です。私もちょっと体のサイズからあれなんですが、貧血の低血圧なので朝は結構ローズマリーが欠かせません。目が覚めますね。
める作用もありますから、今からあの寒い時期にも向いてますし、あととにかく活性化で頭皮とかにもすごくいいんですね。なのでローズマリー配合のシャンプーとか結構あると思います。自然食品なので自然の、あの化粧品とかのお店でですね、結構あの人気のハーブですね。そして、それと血圧をちょっと上げてくれますので、もともと血圧が高い方は注意が必要なんですが、ローズマリーはですね、これ皆さんすごくあの喜ばれるんですけど、1日1回ローズマリーを嗅ぐと年を取らないと言われます。アンチエイジングもったいですよね。これを言いたくて今日持ってきました。であのローズマリーはエッセンシャルオイルももちろんいいんですけれども、ハーブで育てられるとすっごい花も可愛いですね。ちっちゃくてブルーとかピンクとか白とかいろいろ咲くんですが、すごく可愛いのでぜひ育ててみられてください。はい、ただですね、あの活性化させるので夜使っちゃうと眠れなくなっちゃったりしますので、使われるなら朝とか昼とか、はいですね。子供さんがなんかこう試験とか受験とかそういう時に何かないですかって言われるんですが、朝からファンタジーに行って起こしてあげるとか、夜はダメですよしっかり勉強せなって言って、夜使ったらうちの子は寝なかったとかいう話を聞いたことありますので、子供さんはすごい適面にあの効果が現れますので、ぜひ朝使ってみてくださいね。それとそのさっきの若返りのあれで、これも割といろんな香りを試していただこうと思って、これ化粧水なんですが、ローズマリーを主成分にして作ったハンガリアンウォーターと言われるもので、あの若返りの水っても言われます。お化粧水なのでもうお顔につけていただいてもいいですし、髪でもいいです、手でもいいです。敏感肌の方でなければお顔に振っていただいてもいいです。ローズマリーを主成分として作ったものですね。ローズマリーとあとラベンダーとか入ってるので、ローズマリーだけよりもちょっと柔らかい香りになってると思います。どうぞじゃんじゃん振ってください。2つのハマリングをこのハンガリアンウォーターはあの若返りの水とも言われるんですが、あの14世紀ヨーロッパのですね、あの総医学っていう教会とか修道院とかそういったところを中心に医学が発達していた頃に作られたもので、今もあのハンガリアンウォーターとしてお化粧水として販売されているメーカーいっぱいあります。でいろいろメーカーもありますし、その14世紀からレシピっていろいろ変わってると思うんですけれども、変わってないことはローズマリーが主成分でしたね。はい、でこれもですねちょっとエピソードがありまして、あのハンガリー王妃のエリザベート1世ご存知ですかね。ちょっと世界史に弱いのでよくわからないんですけども、宝塚好きな方は見に行ったと言われてました。エリザベート1世の話ですね。でエリザベート1世がですね、若くしてご主人を亡くされて、でハンガリーの君主として頑張って成長されていたそうなんですね。そしてあの晩年にちょっと手足が痛むようになってきて、多分リウマチだったんじゃないかって言われてるんですが、でそういったあの頑張り屋さんのお医様に、その総医学の僧侶がですね、何かこうあのお手伝いできないかということで作って献上したのがそのハンガリアンウォーターね。全く同じレシピかどうかちょっとわからないですけど、ローズマリーが主成分を作って献上したそうです。でもともと痛み止めで献上して、で痛みは取れたそうなんですね。であのローズマリーはリウマチにも効果があるので、その辺もあったのかなと思うんですが、痛みが取れただけでもすごいことなのに、あのそのエリザベート1世はですね、みるみる若返っちゃったそうで、70歳を過ぎた頃に隣のポーランドのイケメンの王子様にプロポーズされたんです。おー、でいかにローズマリーが、はい、効果があるかっていうような話ですけども、ちょっとイケメンをあのにプロポーズされるかもしれませんね。皆さんも買っていただいたので、はい、でこういったローズマリー化学成分というとこういったものですね、カンファーとか18ネオール、ボルネオールといったこういった化学成分が含まれています。で次がローズですね。ローズもちょっと若返りの作用ですごく効果が高いので、すいません、ちょっとローズは皆さんに1個ずつお配りできないので、お隣の方とかと仲良くちょっと一緒
緒に書いていただきローズマリーとレモン
で夜は、一番最初にオレンジとラベンダーですねを香っていただく、2時間香っていただくっていうことをやったそうなんですが、その期間中にその香織さんの、思考力が少し改善されたそうです。でその後その研究実験の方向力ですねをやめた後はまた元に戻ったっていうことがあったそうなんですね。で、まあローズマリーとか、レモン、先生たちが使われたレモンっていうのは交感神経に働きかけるんですよね。だから認知症とかの方じゃなくても私たちでも使うのはすごく効果的で、朝から目がパチッと覚めて頭の回転が良くなりますし、夜に使われたオレンジとかラベンダーっていうのは交感神経を優位にしますので、リラックスしたり、眠りに入りやすい、そういった状況にするのにとても効果があります。でそういった、研究もされていて、今はですねアルツハイマー病の、初期の病状というのが嗅覚異常が、あるということで、いろんな嗅覚検査で早期発見を目指すような検査方法の研究もされているということですね。はい、ありがとうございました。何ですか。実はですね、私のおばが結婚して、主人の方のおばなので結婚して親戚関係になったんですが、96歳で他界したんですね、3、4年前に。そのおばも最後の方は、最後1年ぐらいは老人ホームに入ってたんですけど、亡くなる3ヶ月ぐらい前に私会って、夏だったんですけど会った時に俳句をそのホームでやってるっていうふうに言ってて、おば70歳過ぎて書道とか俳句とか若い頃からやってたその日本舞踊とかいろんなのがこうずっと続けてたんですね。そしたら今度その俳句の大会なんかそういうのがあるので今いっぱい作ってるって言ってて、俳句を書くときは自分で何でも経験したものしか書けないから、朝早起きして老人ホームの中庭に行って芝生の上を裸足で歩いて、足から感じる芝生のチクチクっていうようなこととか、そういった香りとかですね、そういったものを自分で体験したものを書くっていうふうに言ってたんですよね。だからそのおばは本当に亡くなる2日前ぐらいまで全然元気で、いつも自分で着物とか着付けてたりしたんですけれども、若さってそういう香りだけじゃなくて人間の五感を一生懸命意識して使うっていうことが若さの秘訣なのかなというふうに思いました。なので今日はちょっと嗅覚を中心にお話ししたんですが、私たちの持っている五感をちょっと意識しながら生活していただくと、シミとかシワとかって絶対しょうがないじゃないですか年重ねるとでもやっぱり若いなと思う方って表情が生き生きしてる方とかだと思うので、そういった方ってやっぱり五感をすごく大切にしてらっしゃるのかなと思いますので、そういったことに、あと意識しながら生活していただくといいんじゃないかと思います。すいません、駆け足でしたが。